浜松市の方でみかん農家やってます。まあ、みかん農家とは言ってもみかんだけじゃなくて、まあ、香酸柑橘といった酸とか香りが強いそういった柑橘ですね、そういうのも育てて、うちで作ったその柑橘ですね、それで作ったマーマレードが世界で、ダブルゴールドという最高賞をいただきまして、まあ、そういったことで私はみかん農家もしながら加工品もやったりしています。まあ、私はこの賞っていうのはですね、ただお店でみかん売るだけっていうわけじゃなくて、県の特にそういった他の農家さんの柑橘とかをですねで購入して、でそれで自分の技術を使ってその産地の、まあ、地域を盛り上げるって体操なんですけど、まあ、そういったものにこういう自分の技術を使えたらいいかなっていうことで